戦闘漁船は第二次世界大戦中にドイツ海軍が補助船舶としての運用を想定して設計した比較的小型のカッター船である。大戦中には沿岸部の紹介、警備、大戦警戒などの任務に従事したほか、大戦後には総海艇や漁船としての転用も行われた。1920年、当時の政府主導のもとドイツ漁船団における 船舶統一に向けた動きが活発化し始めた。これに基づいて設計された帝国漁船はドイツロイド船級協会との緊密な共同のもと A 級から K 級までのサブクラスに分割されていた。帝国漁船は主に木製で民間事業者は帝国貸付のもとで安価に発注することができた。また、有事においては海軍に引き渡すこととされていた。 一般的な漁具が搭載されており、引き渡しの後に、直ちに浸水することが可能だった。戦闘漁船は、1930年代半ばから、普及した大型船級である、G 級帝国漁船に基づいている。戦時中、こうした漁船やトロール船の徴用は広く行われ、乗組員らもそのまま軍による招集を受けて、引き続き船の運用に当たることが多かった。 1942年、ドイツ海軍は1072隻の戦闘漁船を発注した。これはドイツの海事史における造船発注の規模として最大のものだった。海軍が発注した戦闘漁船はブレーメンのマイアンフォルム社で設計されたもので、ヨーロッパ7カ国42カ所の造船所が建造を担当した。中立国スウェーデンの造船所でも、 軍事転用可能な船舶だと知らされないまま、戦闘漁船の建造が行われた。この際には、あたかも一般的な漁船のものであるかのように偽装した、上で、軍部ではなく、食料農業省から発注されていた。こうして、具を搭載した状態で納入された K K、KFK93 号から KFK137 号までの戦闘漁船は、バルト海沿岸のドイツの造船所に送られ、 改めて海軍での転用に向けた改修が施された。1942年、戦闘漁船の建造のため、スビーネミュンデ東部にて、エルンスト・ブルメステル造船所が設立された。同社は、ブレーメンブルクに所在する、ブルメステル造船所の子会社とされた。およそ411隻の戦闘漁船がここで建造されたが、一部は完成せず、作業途中のまま廃船を迎えている。 その他、ギリシャ、ブルガリアのバルナ、ルーマニアのコンスタンツァ、ウクライナのヘルソン、ベルギーの6カ所の造船所、オランダの12カ所の造船所、スウェーデンの17カ所の造船所で建造が行われた。これらヨーロッパ各地の造船所では、廃船までに合計143隻が建造された。海軍の発注のうち612隻が完成、収益し、 このうち554隻が前線に送られた。また、このうち135隻が沈没した。すべての戦闘漁船には、KFK1 号から KFK1070 号までの船番が与えられていたが、これは、船名、コードネーム、部隊名、コールサイン、漁業免許番号などとは別のものである。 設計の詳細 KFK1 号から KFK157 号までは、シュピッツガーターという、尖った、線尾形状を備えていたが、KFK158 号以降は、シュピーゲルヘックに改められた。通常、流骨及び屁先は、オーク材で、フレームは、船舶用鋼材、外反は、信用樹材だった。動力には、建造中に調達が可能だった。 様々なディーゼルエンジンが用いられた。軍用船舶で一般的だった左回りプロペラのほか、例えばスウェーデンで建造された戦闘漁船では契約と資材調達の都合から民生用船舶で用いられる右回りプロペラも用いられた。プロペラの回転方向は操船時の挙動に大きな影響を及ぼすので、この差が多少の運用上の問題を引き起こすこともあった。 使用 KFK5 号の使用に基づく第二次世界大戦後も戦闘漁船の同型船は漁船として建造が続けられた。戦後調達型には旧海軍式の KFK から始まる船番は与えられなかった。西ドイツブルメステル造船所ノルトシリーズ1945年の敗戦直後、ブルメステル造船所では スビーネ・ミュンデへの配備が想定されていた建造番号2891から2900までの10隻の戦闘漁船の建造作業が再開された。これらの戦闘漁船はブルメステル造船所社長エルンスト・ブルメステルの義理の息子が創業したブレーマーハーフェンに所在する水産業者コンパニエノルト社で漁船として用いるために建造された。 同社に所属する漁船は、例えばノルトビントのように、すべてノルトから始まる船名が与えられていた。ノルトシリーズでは、戦時建造型とは異なり、外販にも、松や揉みといった、信用樹材ではなく、オーク材が用いられた。唯一の上構えとして操打室を備える新しい基本設計に基づいており、補助動力として、三つの三角形の帆を備える、 ケッチ様式のマストが追加されていた。漁業免許番号は BX354 から BX363 だった。ノルトシリーズの10隻は1948年に完成したものの、漁船としての運用は行われず、1950年からブルメステル造船所で改修が行われ、近代的なケッチマストを追加したいわゆる旅行艇へと転用された。 朝鮮戦争勃発を背景に、ソビエト連邦によるドイツ侵攻の可能性が噂されるようになると、これを脱出艇として購入した裕福な西ドイツ市民もあった。連邦海上国境警備隊でも何隻かを購入し、1951年から収益させている。ポーランドにおける建造終戦後、ポーランドでは残されていた戦闘漁船の部品を用い、様々な光景、 類似船舶が建造された。以下にその概要を示す、1947年から1950年にかけて、ポーランドのシチェチ及び周辺地域にて残されていた戦闘漁船の部品を用い、6隻から7隻程度のトロール漁船が完成、修復、あるいは新造された。その後、SKS-240 シリーズとして、 さらに6隻の建造が行われた。SKS はシフィノイシチェ大型艇の略。SKS-240A は1951年に巨船リバック号として浸水した。同年中にヘンリクルトコフス記号に鮮明を改める。1980年、改装に伴い動力付きケッチから動力付き、ブリガンティンへと種別が改められる。 1997年、カピタングルーバツ記号に鮮明を改める。1952年から1955年にかけて、グディニア及びグダニスクにおいて、戦闘漁船の設計を踏襲しながらも改良を、加えたトロール船、B-21 シリーズが45隻あるいは46隻。新造された1955年から1958年には、B-21 に、 近代的な再設計を加えた B-25 シリーズが24隻新造された。このうち9隻は漁船以外の用途に用いられた。1958年から1971年、B-25 に改良を加えた B-25S シリーズが70隻、ついで B-25S、B シリーズが3隻建造された。 1972年から1976年 B-25A シリーズが62隻建造された。ポーランドではこの種の漁船を指す言葉として、エフカが依然として使われているという。以後はより大型で全く設計の異なる漁船が建造されていくことになる。なお、1951年から1958年にかけては、 戦闘漁船に基づく24メートル級の漁船と並行して32メートル級のシリーズも建造されていた。これはマイアンフォルム製帝国漁船の設計を踏襲しており B-11 シリーズとして知られた。後継モデルの B-17 シリーズは全く異なる船体形状を備えていた。 東ドイツザスニッツの24メートルカッター戦1951年から1954年にかけてドイツ民主共和国沿岸部の11カ所の造船所にて24メートルシリーズあるいは24メートルカッターとして知られる漁船が59隻建造された。設計は G 級帝国漁船に基づいており基本的に戦闘漁船と同型であったものの フレームが鋼鉄製ではなく木製であった。このうち15隻はゲールスドルフ型船尾、44隻はダムガルテン型船尾を備えた。ダムガルテン型船尾を備えたもののうち2隻には、軽金属製の操舵室を含むより大型の上部構造が設けられており、ドイツ民主共和国海洋水路局の調査船として用いられた。残りのものについては、 全てザスニッツ漁船団に配属されていた。全長32メートルまで大型化されたモデルが練習船として設計されている。ほとんど同様の構造を備える17メートル級カッターも設計されている。1945年初頭東プロイセンからの難民を輸送する戦闘漁船、ナチスドイツ時代の海軍において、戦闘漁船は主に巡視艇、総海艇。 国船艇として用いられた。また、警備艇として用いられたものは、港湾警備艇、懲戒艇、懲戒保安艇などと種別されていた。少なくとも135隻の戦闘漁船が、作戦行動中に沈没している。ドイツ総会管理局敗戦後、ドイツ総会管理局の活動の一環として、西側連合軍の指導のもと、300隻の戦争漁船が、ドイツ、 デンマーク、ノルウェー、オランダの沿岸部にて、1947年まで、総会任務に従事した。運用席数は段階的に削減されていった。1948年1月1日、DMRD の後継機関として、イギリス指導下のクックスハーフェン総会隊が設置された。同部隊では数隻の総会艇と共に3隻の戦闘漁船が運用されていた。 1951年7月1日、連邦海上国境警備隊が設立され、MRVC は解散した。連邦海上国境警備隊1951年夏に設立された連邦海上国境警備隊では、様々な所有者から、戦闘漁船及び戦後建造された同型船を引き取った。1951年秋、8隻の戦闘漁船が、 続けて購入されており、この中には個人所有のヨットとして改装されていたノルトビンとも含まれた。船体のみが入手された例もある。1952年7月、ハンブルクフィンケンベルダーにて、イギリス軍が戦利品として確保していたものの中から15隻分の戦闘漁船の船体を引き取った。このうち3隻のみが偽装を施され、残りは 海上国境警備隊の拡大に向けての予備とされた。ノルトビンとは、航海練習船として運用されたが、残りの10隻は追加の改装を受け、1952年1月から5月まで小型巡視艇の種別で運用された。また、このうちの1隻である W19 は練習船に転用された。海上国境警備隊のための戦闘漁船の改装は、統一された。 設計のもと、北海及びバルト海沿岸各地の造船所にて実施された。甲板前方に新設された円筒形の上部構造は海上国境警備隊で運用された戦闘漁船の特徴だった。船体前方には下子カンペ向けの衛星設備が増設されていた。円筒形の上部構造は 20mm 砲を設置できる軽武装プラットフォームを兼ねることが 想定されていたが、海上国境警備隊では、この種の武装は設置されなかった。すべての船は、標準的なデッカ159バイト型レーダーと、通信設備を備えた。モーダグ聖護気筒ディーゼルエンジンを搭載し、最大速度は9ノットであった。1954年、海上国境警備隊の拡張の一環として、確保されていた船体のうち9隻に、 小型巡視艇としての偽装が施されることが決まった。しかし、ドイツ連邦海軍の設置が決定していたため、ブランク機関は新型艦船の心臓を戦闘漁船の整備よりも優先する方針を定めた。そして1954年8月には戦闘漁船の整備計画が放棄され、9隻とも偽装は施されなかった。 連邦海軍1956年7月1日に連邦海軍が設置された後、海上国境警備隊が運用していた戦闘漁船はすべて連邦海軍に引き渡された。これらの巡視艇によって港湾警備船団が組織され、1960年には第一沿岸警備船団に解消された。1963年から戦闘漁船の退役が始まり、 大部分が売却された。非軍用船舶として最後まで運用されていた戦闘漁船は練習船ノルトビントで2006年に退役した後はビルヘルムスハーフェンのドイツ海軍博物館に引き渡され博物館船として用いられている。廃船時に残されていた戦闘漁船のうち DMRD で必要とされなかったものは連合国軍の戦利品としてイギリスよび アメリカの当局が管理下に置き、大部分は戦後賠償の一部として、戦勝各国に引き渡された。その内訳は、ソビート連邦、オランダ、フランス、ノルウェー、ギリシャ、スウェーデンである。しかし、戦争を生き延びた戦闘漁船の大部分は民間の事業者によって運用されることとなる。イギリスは後に、戦利品たる戦闘漁船を西ドイツへと売却し、アメリカは、 無償で対応した。一方、西ドイツではいずれもエンジン出力が低く、交換にも費用がかかるとして、本来の選手に売却したり、廃船として処分するなどしていた。293隻の戦闘漁船は、設計時に意図されていた通り、第二次世界大戦後に、ドイツ各地の造船所で漁船へと改装され、ドイツの漁業者によって使用された。また、ドイツ及び、 ポーランドでは当初から漁業とロール船として設計された戦後建造型も並行して用いられた。一部は後に観光船やその他の民間事業への転用も行われた。一部の戦闘漁船及び戦後建造型はその堅牢な設計のため長年にわたって運用され、近年でもレジャー要望とプライベートヨット、深海釣りとロール船などとして用いられた例がある。 トレスオンブレスは、2009年以来、エンジンを使用せずに、大西洋を定期的に航行している、唯一の貨物船である。クラウスアウフデムガルテン、ヨット、ウントブートスワーフとバーミスター、ブレーメン、1920-1979、エインベデューテンデスコピーテルトイチャブートスをウントセイグルスポート合宿と、 ハウシルト・バーラグ、ブレーメン2002、ISBN3 から89757141、2、ABCD ・フリッツ・パスカ、デア・シーグレンズ・シューツ19511956、エリネ・リュング・ベレクト、ドクメンタチオン、コブレンズ、ボム1982、ISBN3 から763754105、ハット・ハーウィック・ダナー、クリングス・フィッシュ・コーター、ミトラー&、 ソーンバーラグ、2001、ISBN3 から8 1 3 2 0 7 2 9 3ディステデア24メーター、カターフィアザスニッツアインスクローイエスリックアンガベンズデン、バウアーファンウントバーブリブハットハンスポステル、デアシーグレンズシュッツ、イン、ハルトムートクルーバージアン、ステシャネンドイチャマリーノガシクト、ドイチェシーバーバンド19451956、ドゥッセルドーフ2001、 ISBN3 から935091から08から7ハットジークフリートブライヤー、ゲルハルトクープ、ダイシフウントファーツジアデアドイチェンバンドスムリン、1956、1976、ベルナールウントグリーフ、ミュンヘン1978、ISBN3 から763751556。ありがとうございます。